木道さんです。今日ここで踊らせていただけることに心から感謝します。ありがとうございます。目の前にあるもの、行動できることが全て当たり前じゃないんだと学ばせてもらっている今、ここでお客様の前でこのメンバーと踊れることを本当にありがたく幸せに思います。その思いを胸に全身全霊で踊らせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。はい、ありがとうございます。和歌山市を中心に活動している木道と言います。木道としての演舞は実に9ヶ月ぶりということで、みんなすごく久しぶりの本番にちょっと緊張しています。去年までは全国各地いろんなところにお祭りに行かせてもらっていたのですが、そのお祭りに行くたびに踊る直前にこのようにマイクを持ってお話しさせてもらうのですが、その時にいつも私が言っていた言葉があります。それは世界が平和で自分が健康で見てくれているお客さんがいる今この場所で踊れるということは決して当たり前ではなく奇跡のようにありがたいことなんだといつも言っていました。今年になってその自分自身の言葉をすごく身にしみる一年だったと思います。今日またこうして皆さんの前で踊れるということ、本当に心から感謝したいと思います。今から踊る曲は道開きという曲です。今の世の中が少しでも明るい方向へと道開かれますように、そんな祈りと願いを込めた曲です。一生懸命踊りたいと思うのですが、残念ながら私たちから見ると皆さんのお顔が半分しか見えません。目しか見えませんので、すごくちょっとドキドキするので、全力で目を笑っていただくか、手拍子足拍子などで、応援していただけたらすごく嬉しいなと思います。一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。
内地を開け、心を開け、道開け、愛がままに、道開け、心のままに。ありがとうございました。